どうも、小松です。今回は毎年夏にリリースされるアジアスのチャンピオンズリーグ公式球フィナーレの紹介をしたいと思います。今回紹介するのが 2020-21 シーズンのグループステージで使用される予定の公式球になります。じゃあとりあえず見てもらいましょう。こちらです。1920シーズンのような、派手な柄ではなく、意外と落ち着いた印象があるように思います。これはチャンピオンズリーグ2020-21 シーズンの、グループステージで使用される予定で、もはや、当たり前になってしまいましたが、デザインが毎年変更されます。今回の公式球はホワイト、ダークブルー、ターコイズ、オレンジを基調としたデザインになっています。実はこれ2020年の夏にリリースされたアディダスのスパイクプレデター20プラスのスカイティントのカラーに似ていることから、同時期に発売される予定だったのではないかと思います。1920シーズンから採用されたスターパネルがわずかに重なっているデザインは今年も継続されるみたいで、これは耐久性を上げるためにそのような構造にしているようです。個人的に一番大きいなと思ったのはアッパー素材の変更です。2020-21シーズンのチャンピオンズリーグフィナーレでは新しいアッパー素材が採用されるようで、1920シーズンのような細かい四角が並んだアッパー素材ではなく、均等に並べられた星型のアッパー素材が特徴だと思います。見てもらえば、分かる通り EA スポーツの公式チャンネルの FIFA21 の、動画でもこのチャンピオンズリーグ公式球に似たボールが登場していることから、非常に関連性が高いと思います。価格は150ユーロ、だいたい2万円前後になるようです。また決勝トーナメントのデザインも変更されるようなので、そちらはまた新しい動画を見てください。